さん、あの山登ろうと思うんだけど、え、あ、こっちの方いる、いるよ、あ、こっち側ね、あ、すいません、あの山登ろうと思うんだけど、あのバイクの駐車場っていうのは、あのこの奥なんか広場ダメなの？ここの駐車場なんですよ。ああそう。本蔵の。ああ、うん。じゃあやっぱ駅のあっちの向こう側にみんななんか止めてるけど。で、バイクの駐車場っていうのは決めてはない。みんな路中したりね。ああ路中で。じゃあさっきのところ左。あれ混んでくると思う。左曲がってみよう。そのまま出て。そこで右へ向こう行って、うん、あの踏切渡ったら右の方に行ってみるか。くぐって、ガードくぐる。あ、ガードね、うん。行ってみましょう。スタートですね。結構花が咲いてるな。やめない。ここからスタートです。なんか AI 最悪、あ、バッテリーがもうねえな。これここから登るんだな。この前もここから登ったから。何？いいじゃねえの。触れ合い？これでいいんだ。ここらね。こんな岩だね。岩が多い。階段の次は、岩でした。なんとか、高台が、もうすぐ、見えてくると思うんだけど、よいしょ、よいしょ、
休みどころ発見。明るすぎんな。ああ、すごいすごい。明るすぎるわ。石切り場跡ってやつです。本当にやっぱ縦で取れてるのかな。すごいね、これ。どうやって行くの？こっからか。現在の時刻は12時37分。標高は221メートルです。こうしてなかったんじゃないかな。結構高いね、これ。これが山頂でした。通り過ぎちゃったよ。何も書いてないし。これか。標高329。落ちるな、これ。こうなってるわけ。ははん、こういう感じか。こんな感じ。あすか、これで下りに入ります。強行軍だからな。もう1時間で登場で30分で降りる。本当かね。てなもんで大島見える。伊豆半島、天城山、箱根、富士山、丹波山、違うよ、丹沢だ、東京。ということでこれだよ。こういう感じ。こっちは富士山見えないね。箱根、ね、天城山、伊豆半島、大島。なんかかすかに大島らしきものが見えるな、これ。いいんじゃないの、これ。大展望っていうところで。360度ってわけにはいかない。こういう感じで。で、一回曲がって、コネクタと。今が現在がですね、ここだな、現在地。で、こう降りてきて、高速をなんか下を通るのかな。そしてこう行くと。これさっき登ってきたとこだな、こっち側。こっち側行って、ね、階段登って、頂上。帰りはこっちだな。分岐か。
神社だ。ここら辺にバイク、ここら辺だな、きっとな。はあ、なんかすごい強行でしたということで、ボン。さっきの地図で見た高速の下を通ります。そこのね、下。前に人がいるけど。ここを行くと、さっき登ったところと合流をするかなというところだね。到着ですね。さっき登ってきたところだ。ということは、こう降りればバイクのところに到着するだろうというところで、もう少し行くとね。いやー、到着到着。何も盗まれてないかね。一人寂しくここに留守番してる。到着。ああ、随分強行軍でした。